皆様こんにちは。オーボエ奏者の最上貴之です。ここ数日はね、スタジオの仕事をさせていただいてます。OK の、仕事も、まあ、とりあえず僕の出番は一段落してって感じですかね。で、まあちょっとツイッターにも書いたんですけども、最近起きた出来事をね、今日のモガドライブ G は、お話ししてみたいなと思いました。っていうのもですね、まあ皆さんご承知の通りというか、まあ僕自身ももちろん意識してるし尊敬してるんですけども、あの某バイオリニスト、某っていう感じじゃないですね、やっぱちゃんと葉加瀬太郎さんによく間違えられるんですよ。で僕はね、あんまりそんなに自分では似てるなって思ってはいないんですけど、まあ似てるか、まあ分からんけど、元は経緯は、葉加瀬太郎さんのオケツアーに、2年間ね、参加させていただいたんですよ。2022年と2021年、もともとはあの2020年だったんですけど、まあ、コロナで延期になってやっとできたコンサートだったんですけどね。でその時にあの一緒にデュオをやるっていうね、に抜擢していただいて、まあね、太郎さんとデュオなんかねやらせてもらえるなんて本当光栄なんで、だったら僕あの髪の毛寄せますねみたいなことを言ってたわけですよ。パーマかけますみたいな。もともと僕テンパなんで、パーマってあんまりかけたことはなかったんですけどね。でそしたら、まあそのリスペクトしてパーマを、追いパーマをかけてたら、まあ、髪の毛伸ばしつつ、まあ、髪の毛も伸びてきて、結構後ろ姿分かんないよみたいな話になったんですよね。で、まあ、盛り上がっていただいたとか盛り上げられたとかっていうか、まあ、楽しかったので、あ、これしばらく維持しようってなって、まあ、今僕この髪型をしてるんですよ。で、まあツアー終わってからも、しばらくこの髪型、だから1年以上か、もう1年以上は、まあ、追いパーマかけつつ、次の共演を、見越して、追いパーマかけて、続けてるんですけども。まあ、ほんとね、間違えられるんです。街中歩いて、街中っていうか、都心の方ですね、やっぱね。最初ネタにしたけど、ツイッターで書いたけど、昔にやっぱ海外の方がね、やっぱ近づいてこられて、日比谷ミッドタウンだったかな、でそう日比谷ミッドタウンで一人でコーヒーかなんか飲んでたんですよね。なんかあのレストランみたいな、っていうかレストランっていうか、あの地下にとそれこそお店でいろんなもの買ってこう食べられるフードコートみたいな、コートではないんだけど、そういう場所があって、そこでコーヒーかなんか飲んでたんだけど、まあ誰でも座れるんだろうけど、そしたらこう前からこうみたいな感じでね、海外の方が来て、まあアンビリーバボーみたいな感じでね近づいてきて、まあそれが最初だったんですよ。でまあ違いますと、まあ僕は英語できないんで、I'm not 太郎って言って、でまあインスタの共演のね時の写真をお見せして、あの違いますよっていうご説明をさせていただいたんですよ。身振り手振りで、英語できないからね、とにかく I'm not 太郎って、まあ、ずっと連呼してるっていう、バット It's me みたいなね、こうそういう写真を見せながらやるわけですよ。He is 太郎。This is, this is 太郎。This is me みたいな。ま
かそういうやり取りをしてね、もう英語できないからなんとかなんとか分かってもらおうと思ってたんですけど、まあそれで分かってもらったんですけど、まあなぜか一緒に写真撮られてね、写真撮ろうみたいな感じで、ね、よく分かんない、その写真どこ行ってんだろうと思ってね、海外国に戻って、ああ有名バイオリニストに会ったよとか言ってたらどうしようかと思ってね、まあ、まあそれが最初だったんですけども、まあでね、何度もやっぱり声かけられるんですよ、うん、今まで何回もう20回以上は声かけられてますね、あの銀座とか銀座シックスとか、何だろう、聖地みたいになってますね、あの銀座シックスの、あの上のスタバとか、うん、必ず声かけられるみたいなね、ファンなんです、いやいやファンやったらもっと顔覚えておきなさいよみたいな感じなんですけど、まあそういうことがあったんですが、これねずっとそれでまあインスタ見せたりして、毎回そうなんです、まあね、スタジオの近くで、麹町のスタジオの近くで、あの4人組のねお嬢様たちに声をかけられて、まあ、まあそれもねなぜか4人で写真を撮って、5人か写真撮ってインスタに上げるっていう、これからもうその間違えられた人と記念写真を撮ろうと思って、僕を間違えた人とね、でそう思ってたんですけど、で昨日まあね、ちょっとね心苦しいことがありまして、まあ、それをちょっとね話してみたいなと、ツイッターにも書いたんですけど、昨日お世話になってる方とね、あのお食事をして新宿伊勢丹で、でその食事場所をここから出ようとした時に、まあ僕ら4人でいたんですけど、あので、いたんですよね、それで出ようとした時に、お店を出ようとした時、出ようとした時っていうか席を立った時ですね、そのテーブルからで、テーブル奥の方のテーブルだったんですけど、隣にもお客さんとかいらっしゃってて、で僕はあんま周り気にしてなかったんですけど、席を立ったら、その隣向かいっていうのかなに座ってらっしゃった、多分ご夫婦だと思うんですけどね、お召された方、すごい紳士的な方と、あの素敵な女性の方、ご夫婦だと思うんですけども、そこの男性の方はこう振り返られて出るときに、僕のね肩をねこうトントンってされて、博士太郎さん、いつも応援してますよ、頑張ってくださいねっていうね、もう何とも言えないトーンでね声をかけてくださったんですよ。で、普段のテンションだったら、いや違うんですよ、あのね、僕違うんですよって似てますよね、ごめんなさい、違うんです、実は、まあ、時間あったらこうねインスタ見せたりするんですけど、そのトーンがね、まあ一緒にいた方もまあそれ目撃されてるんですけど、本当に何て言うんだろう、まあ声を張らないで、ね、目がね本当素敵な、なんだろう、よくあるじゃないですか、あの例えばあのなんかなんだろう、政治家とか、政治家ではないか、なんかさこう有名人が来てさ、おばあちゃんがこう手離してあーって言って離さない感じってあるじゃないですか、嬉しくてみたいな、メイドの土産になるみたいなさ、そういう表現って、なんとごめんなさい、あんまりうまく言えないけど、そういう雰囲気ってあるじゃないですか。で僕はここをね、こう触られてるから、ちょっとなんかねそういう意識になっちゃったんですよね、なんかあ、なんかそういう意識っていうのはこう本当に、これはもう本当に博士太郎さんに会えて嬉しいんだなっていうオーラを一瞬にして察知してしまってですね、で最初否定しようと思ったんですけど、ありがとうございますって言ってしまったんですよ。もうね、それがもう何とも言えない心残りで、ちゃんと説明してあげた方が良かったんじゃないかっていうのと、あと夢を奪わなくて良かったじゃない、まあ、いろんなね、いろんな気持ちが今、自分の中にあるわけですね、まあ、そういうことがあったというお話ですよ。もうこれからどうしたらいいんでしょうね。でその時思いついたのは、やっぱりパッと、で昨日もね時間なかったんですよ、そのすぐ席を立って、あの次 の, あの用事にっていうか仕事にっていうか、まあ急いでたもんですから、あの
ちゃんとね説明して差し上げられなかったことがすごく悔やまれるというか申し訳ないなと思うんですけど、ただですよ、そういう時のために、昨日ツイッターに書いたんですけど、やっぱりあのステッカーを作ってみようかなと、ステッカー、違います、違うんですステッカーみたいなね、違います、推しとか、なんかいいのないですかね、タイトル、ステッカーはね多分すぐ作ってもらえると思うんで、ただ太郎さんの顔は入れられないんですよ、もちろんね、あの肖像権とかありますから。だから僕の、後ろスタンプ、ラインスタンプとか、だから後ろ姿を使ってとかかな、なんかちょっとデザイン考えたいなと思ってるんですけど、でそれをもらったら嬉しいようなね、あなたは何人目ですみたいなのをね、かけたらいいんですけど、それはね、ちょっとコストかかるかな、なんかそういうアイディアがもう思い浮かんで、だから違うって分かっても、なんだ、ちげえ、偽物かよって思われたとしても、ステッカーを差し上げたら、喜んでもらえるっていうか、でそこに価値があるっていうかね、貴重な価値、あなた、これねっていう、これ本当間違えた人にしか差し上げてないステッカーなんですよ。それを持ち歩くのもあるんですけどね。それで、オーボエ奏者最上を知っていただくっていうのもね、あれなのかなと。で、その時にね、僕が演奏してるものとかもご紹介するみたいなね、できるような感じでちょっと考えたいなと思ってます。いやー、ほんとね、昨日のご主人申し訳なかった。最近わざとね、知り合いでもね、あって、明石さんですかって声かけてくる人いるんですよ、街中で。でそうするともうこっちは違うんですって準備しようと思うんだけど、でたまにマスクしてる人とか、本当に知り合いなのに、知り合いでネタで博士さんって声かけてくれてるのに、いや違うんですよ僕って、マスクしてるから相手が誰か分かんなくて言っちゃう時とかあって、本当ね、ありがたいんですけど、どうしたらいいかなっていう、いやでもやっぱ そんなに間違えるんだなと思って、こう二度見されることあるんですよ。だから昨日もその伊勢丹でもうすっごい、やっぱ平日の昼間ってやっぱすごい年配の方多いのかな、わかんないけど、デパートっていうかすっごいいろんなところで店員さんもざわざわざわざみたいな感じで、それ自意識過剰って思われるかもしれないけど、いや本当にね、なんかで4人でいるから、やっぱなんか誰か引き連れてきてんじゃないかみたいな、マネージャーさんなんじゃないかみたいな、そういう感じなんだろうな。スーツ着てる方一緒にいらっしゃったから、いや辛かったな。ちょっとお詫びしないと、各方面にお詫びの動画ですね今日は、本当に。というわけで、間違えられますってお話でございます。それも嬉しいんですけどね、やっぱ有名な自分の尊敬する方と間違えられるのは嬉しいし、自分もそこ目指して寄せたところがあったので、っていう話です。でも初めてだったんですよ、今までちゃんと否定して違います、僕は大声の最上と言ってね、でも一緒に共演してるんですよみたいな話をしてるんですね。なんかこう微妙な感じっていうの、この人見てる、偽物だけどなんか一緒に写真写ってるみたいな、なんかそういう風に思ってもらえてたんですけどね。昨日はね、何もできなかった。あのまっすぐな目と声のトーンとその感触、腕をこう手を触る感触、いやちょっとね、太郎さんがリツイートしてくれてましたけどね、本当ね、切なかったな。自分の判断は良かったのか悪かったのか、ちょっとね、自分でこう微笑ましいんだけど心も痛むという、そういうシチュエーションでございました。そんなご報告です。というわけで今日は本当、これからね、レコーディングなんですよ。今日もレコーディングで、2箇所行くんですけど、
と思い出しながら喋ってみました。というわけで今回のモガドライブはよく間違えられてますの話でございますかね。はい、そういう話でございました。ぜひ皆さん街で僕を見かけたら、あ、大声のモガミさんですかと声をかけてください。ステッカー欲しい方は、博士さんですかと声をかけてください。そしたらステッカーがもらえるように、ステッカーを差し上げられるように準備しておきたいと思います。はい、というわけで今回のモガドライブ G はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、 LINE スタンプの方もよろしくお願いします。地道に地道にこう活動しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様ありがとうございました。さようなら。